村さん、おはようございます。おはようございます。例えば時刻1時なんですけども、はい、僕ら集合したのが10時ですね。コロナではありません。やめなさい、陰性でした、陰性でした、ちゃんとね。はい、ということでね、今回はシャーナイヤの MV、はい、当日でございます。イエーイ。でもシャーナイヤって実は僕らだけの曲じゃなくて、ソギョン君、そう登場してもらいましょう。ありがとうございます。よし、まだ来てないし、あーそうだ、来てないんだ、まだこれから撮影場所向かうんですけども、また後ほど出演者の方とかゲストのね、方々ね、今回ね、いろいろインフルエンサーの方も出てくる、はい、こちらね、ちょっと紹介できたらなと思うんですけど、はい、また後ほど皆様お会いしましょう。それでは、ジェフリン・バーン、鈴木さんの曲名なんでしょ、曲名なんでしょ、え、曲名、え、嘘でしょ、お前待って、嘘だよね、え、俺、え、友達だよね、夏色、え、そうだよ、夏色、前晴れ空だったから、終わった、夏色、終わった、どうしよう、いや、じゃあ俺曲聴いたいだよね、で、どうだったんだ、チルっぽい感じの、そうそう、で、それめっちゃ良くて、すごい、で、一つだけ確認ない、そのヒゲはどういうこと、ちょっと説明していただくと、説明していただくと、今日の日のためにヒゲを伸ばして、なるほどね、で、今日の日に揃おうとしたんですけど、やと思って、で、忘れてきちゃった、朝忙しくて、ってことで、じゃあ張り切って行こう、なにこれ、はい、カット、はい、オッケー、うわー、いい、かっこいい、絶対かっこいい、ボケてます、後ろボケてる、はい、すんません、なんかすんません、ガチか、うわー、ガチ、ボケてます、ボケてる、ボケてる、ボケてる、あ、いいね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 、リアル、いや、それほどでもないです。頭ポリポリ、ちょっと見つめ合って二人、そしたらまいちゃん目つぶり、なんかやるんですね、こうやって全然わかんないけどすごいな、触ったらいけない感じ、チュルセンバンダーサムダイミーだ、イエーイ、アナセオジェオ V シュガージョングル、エセで韓国語喋ってんじゃねえぞお前、あ、来た来た来た、ねえ、アナセオサムダイミーだ、この髪色めっちゃいいっすね、そうなん、ミスったんです、え、ミスったどういうことですか、いや、
本当は何色にしようと思ったんですか。もっとこんな感じの色。全然違うじゃないですか。でもね、それが結果をいい感じに生んだっていうことで、うん、いや、これめっちゃいいですよ。今日は楽しい日になるということで。なりますよ。なるほどね。今日は楽しいの間違いないです。タマさん見た。タマさん見た。うまっ、はい、美味しい。うまい。何食べてるの。オムライス。オムライス、うん、かわいいね。俺はヤンニョムチキン食べたよ。うん、うん、一言に一言にということで、一発でギャグ。あれこれ、ここ、なんだっけここ、あれ、あー、プラダの裏だです。ありがとうございます。大輝でした。一発ギャグやります。あ、来た。あ、なんか痛いんだここが。なんか引っ張ってここ、骨出そう。うん、うん、脊髄外す。俺一発芸本当に持ってきてないです。ガチで普通にきついです。で、あの一発芸なくてすいません。戦闘態勢。はいはいはい、はいはい、お久しぶりです。お久しぶり。いや、久しぶりに鈴木鈴木のミュージックビデオも限定でちょっと雪大復活ということで、挨拶から行きます。挨拶から行きます。ユキです。ダイキです。いるよ。ダイキ、ごめんごめん。バカが。ごめんお前バカが。違う違う、まあ危なかったから。バカが。手元が。お前はカメラ危なかったな今。ダイキ、お前ごめんごめん。ちゃんとやろうね。久しぶりなんで。久しぶりですね。もうあれ以来やってるじゃん。ユキです、ダイキです、なんかもうやってないですよ。そんな久しぶりにやるから。行きますか。ユキです。ダイキです。ユキナイスシャス。おうペン。バカが。お前はちょっと待って、変なとこアップしてた。バカ、多分二人の間のとこずっとアップしてた。怖い。ごめん、間違えちゃった。なんか今日は鈴木さんからありがたいことに。うわマジで早いよ。鈴木さんからありがたいことになんかミュージックビデオに出させてもらえるということで、エキストラとして今回は出させていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、いや、お前みたいなやつで YouTube もうできないじゃん。実は一緒の子今やってないでしょ。いや、お前そのネタ忘れたんかい。読めるかい。酒蒸しにして、酒蒸しにしたら酔っ払っちゃうよ。さあまあ、さたまさん、こんなネタのつもりする筋肉ゲー。どうなの、え、ゆうひそれ一体どうなの。どうなるの、それどうなるの、それどうなるの、それどうなるの、どうなるの、ムックル止めて、ムックル止めて、ムックル止めて、これどうなるの、どうなるの。スタラタ、スタラタ、スタラタ、ちょ、わからんわからん。無処分で大きいバターを作るのだ。スタラタ、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 いつまでやればいいんだよ。オッケー。はい、ということでね、シャーナイアの MV 撮影終了いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。本編見ていただいた方ならメイキングも面白いですし、メイキングだけしかまだ見てない方はぜひね、本編飛んで MV 見てみてください。はい、めちゃめちゃ最高の作品だったと思う。最高だね。うん、なんか今日新しかったですね、すごい撮影とかが。うん、いろんなエキストラさん入れたし、僕たちも結構演技してるし、うん、結構面白い MV になってますね。今日はとても楽しかったですね。うん、楽しかったです。楽しかったですね。韓国から昨日来て、あ、できるかい。またそれだ。ありがとうございました。ということで、ね、関わらせていただいても、いやいや、ありがとうございます。めちゃめちゃね、夜の方もそうですね、よろしくお願いします。夜だけに、お、夜だけに、あちゃーちゃー。はい、夜の方もぜひ皆様ね、富岡さんの方で上がるように楽しみです。これ、どんぐらいに出るんですか。まあ、近日公開。はい、近日公開、楽しみにしててください。しゃーないや、たくさん見てください。見てください。よろしくお願いします。以上、じゃあ、ほう2セット。どうもユンユンです。と、ただのオタクです。始まりました。今おもんないと思った人、こっからおもろくなります。今日は鈴木鈴木さんのミュージックビデオ、光栄ですわマジで。これも毎シーズン、あ、この人たちいい曲出すなっていうのをまずデビューする前から予感してたっすね、俺は。したら案の定めちゃくちゃいい曲出すんですね、今回もね。今回も先端恐怖症の人ごめんなさいということでね、本当になんか今日鈴木もそうだし、周りの人もかっこいい人、綺麗な人いっぱいいて、何よりなんか親しみやすかった、めっちゃ第一声、あ、
ないような人ですよね。そういいやつか鈴木鈴木。本当に嬉しかったっす。皆さんはこれ見てる方々は聞いてると思うんですけど、ぜひ、すいません、これ台本とかなくて、いきなり撮るよって言われてて、僕たちなんかただの一般人なんでアドリブがちょっと苦手ってことで、とりあえず何が言いたいかってもう鈴木鈴木最高っていうことですね。ということで、せーの、鈴木鈴木しか勝たんです。なんかいろんなインフルエンサーの人とみんなで撮影して結構ワイワイな感じだったから、初めましての人ばっかの、ここは初めましてで仲良くワイワイで鈴木鈴木のおかげで楽しかったです。2人のシーンとか撮影してる時もちょっと飛び出してもらったんですけど、キュンキュンしたね。キュンキュンしたし、どうなっちゃうのみたいな、ね、本当完成が楽しみなので、本当に皆さんもぜひ聴いてください。はい、めっちゃ緊張した。緊張しましたね、うん、でもなんかリップルームのソファーのところで、ね、鈴木鈴木さんがハミングしてたんですよ、うんうん、ちょっとちっちゃい声で、うん、それだけでなんかうまさ、めっちゃうまい、やばいうまさが伝わったんですごい完成がめっちゃ楽しみだなって思います。でもやっぱなんか個性的な人が多かった気がするんだけど、うん、みんなめっちゃいい人だなって思って、 MV がね完成するの楽しみにしてます。めちゃくちゃ楽しみにしてます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。すごく素敵な現場で、すごく楽しかった。めちゃめちゃ本格的だったよね。俺もっとやんわりした感じかと思って、雰囲気がね、良くてね、2人のさ、アップのシーンとかやばい、あれやばい、あれやばい、あれやばいな、あれドキドキした。チルな雰囲気というか、エモい感じもあって、皆さんぜひ聴いてください。聴いてほしい。はい、ということで MV 無事終了しました。ありがとうございます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうでしたか MV は。初めてだったんですけど。初めて、初めて、初めて、初めて行きました。初めて行きました。どうどうどう、楽しかったです。あ、よかった。あ、もう2人かっこよすぎました。いや、マジで身長でかいやつ、小林みんな知らないでしょ。でかいのよ、身長めちゃくちゃ。しかも知ってる、ここ同い年。あ、そうだよ。やばない、本当にありがとうございました。ありがとうございます。概要欄にチャンネル貼ってるので、ぜひ皆様チャンネル登録よろしくお願いします。雪だよみたいな面白くできなくて、ほんでね、あ、ためですよ。あ、厳しいね。厳しい。じゃあなんかやってもらおうよ、最後。そうだね。あ、じゃあ、じゃあ、自分たちの挨拶。挨拶、俺らいなくなるから。キスとかじゃん、キス。え、おっと、やってくれんなら。僕とですか。え、いいんですか。いいんですか。やってくれんの。挨拶だけ。はい、じゃあ挨拶だけ。はい、おーす、むっくんです。おーす、かなです。むっかなです。ガオガオ、かわいい。このやろー、すいませんね、ほんと。ありがとうございます。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ということでね、せいじ君、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。よかったです。長丁場でした、ほんとに。こんな暑い中めっちゃ長かったね。長かったよ、ほんとに。ありがとう、ほんとに。え、なんでセシルなの。なんでセシルなの。急にごめんね。なんでセシルなの。本名で。本名なの。芸名じゃなくて。え、それどっちの反応知ってて。ガチ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 。え、芸名かと思って俺。セシル。うまいな、リアクションが。いや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 。すげえな。でもめっちゃ頑張ってたね。めっちゃかっこよかった、マジで。ネガティブセシルもね、なんかすごいこうやって持ってくれてたし。ね。めちゃめちゃいい曲やった。聞けば聞くほどの。嬉しい。嬉しい。しかもね、会うたびどんどん可愛くなる。セシルは。うわ、これカメラ回ってなかったら言ってないです。この人言うてます。本当に上げ落としてくれ。違う違う違う、最低だ。本当に言うてるからね。あれ、先週で YouTube やってる。まあやってるけどやってないようなもんで。 TikTok は TikTok はやってるので、皆さんは概要欄にリンク貼っておりますので、ぜひ登録してください。よろしくお願いします。お願いします。はい、いいですか。じゃあなんか最後、いや、なんか最後、なんか最後やる、なんかやりたいのありますか。何、何やるか。ソロでやる。どうしようかな。絶対近づかんといて。皆さん、鈴木鈴木のことを押すのはいいですけど、セシルのことを押していただかないと。セットでお願いします。以上、セシルでした。はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、MV 無事終了いたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、今回はサトル君、はい、主演でございます。どうでしたか。いや、楽しかったですよ。なんかもうみんなわちゃわちゃしてたし、しかもここ知り合いだったから、うん、めっちゃやりやすかったっていう感じで、ね、もうね、すごかったね。いや、本当に楽しかったです、僕ら。本当に。いや、楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もうサトル君の演技すごかった。いやいやいや、本当にすごいですよ。僕は全然もうね、マーフィーさんから、
マーフィーさんもやばい。マーフィーさんもやばい。二人ともさ、もうバッチリじゃったよ。バッチリ。なんかあのまま付き合っちゃうんじゃないかなみたいな、俺は考えちゃった。見どころ満載でございます。はい、そうですよ。ぜひ皆様シャーナイや聞いてください。そして MV も楽しんでください。はい。ということで、サトルくんの、インスタグラムだったり、概要欄にもろもろ貼っておりますので、はい、ぜひ皆様チェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。サトルくん、じゃあ最後揃うでお願いします。バカお前ふざけんなってガチで本当に、ガチガチ。はい、ということでね、今回鈴木鈴木にお世話になりましたけども、またね、他の作品でもね、一緒に仕事できたらいいなと思っております。ねえ、マジで俺そういうのできないから、本当に。いやー、おらー、独り占めの間、寝踊ろう。